皆さんこんばんは、ラトリエドゥブルベの川田若葉です。お菓子教室とそれから教室の開業運営サポートをさせていただいております。はい、それでは、21時からのインスタライブですけれども、今日は予告通り15分ちょっとの遅れでスタートさせていただきます。皆さんこんばんは。今日はね、21時までね、私ジムだったことを忘れちゃいまして、今ちょうど21時5分に筋トレ終わって、それからすごい猛ダッシュで帰ってきて、今座ってポチってやった、そんな状況です。今日のお題ですけれども、体験レッスンの目的、ね、で副題は知ってもらうためというより丸々してもらうためっていうね、お題をつけさせていただきました。で、ここの丸々に何が入るでしょうっていう話なんですけれども、まずね、最初にそもそも体験レッスンって目的なんだろうっていうところをね、先にちょっとね、まとめてみようと思います。体験レッスンって、まあ、いわゆる教室業における体験レッスンってことになりますけれども、まあ、これは生徒さんに安心してお申し込みしてもらうためのものですよね。で、生徒さんにとって自分が求めているような内容が、ね、確実に受けられるかどうかっていうところを見たりするためのものですよね。で、これって、まあその安心して申し込んでいいかどうかっていうところは、大体ですよ、ある程度高額の講座であったりとか、あとは受講期間の長いものに適してますよね。例えば単発のレッスンだったら、体験レッスン、まあある場合もあるかもしれませんけれども、必要ないんじゃないかっていうふうにね、私は個人的には思ってますよ。ミュウさんは、明日体験レッスンなのですごし、すごく嬉しいお題です。だって、あ、よかったです。なんか参考になるといいなと思います。もう一回言いますけど、体験レッスンの目的は生徒さんに安心してお申し込みをしていただくためのもの。ね。っていうことになります。で、単発レッスンにはいらないよと。なぜなら、別に一回単発レッスンに来ていただければいいじゃないですか。で、それが体験レッスンと同じような役割になるからっていうことですよね。で、体験レッスンって、まあ、大概はですよ、通常レッスンよりは少しお試し価格っていうことでお安くしてあると思いますので、単発レッスンの方の場合ね、1回分ただお安いレッスンをやるっていうだけのことになっちゃいますからね、あんまり意味がないのかなって思います。この体験レッスンやる場合なんですけど、よくある失敗例、っていうのが、ね、あります。私よく生徒さんにと話していて、たまに体験レッスンやってみますとかって言って、で、信じられないんですけども、こういう場合がありますということでちょっとまとめましたね。目的はまず安心して申し込みをしてもらうため、求めていることが得られるかどうか確認するためですよね、生徒さん側からすると。で、これは高額講座や期間の長いコースレッスンに向いていますと。で、これでですね、よくある失敗っていうのを私が見てて思うんですけれども、これがですね、体験レッスンをね、みんなやってるからとりあえずやっちゃうっていうパターンなんですよ。はい。つまりね、体験レッスンやるんだけど、体験レッスンの後のものが用意されてない。あ、じゃあなんで体験レッスンやるのって言ったら、なんかうちの教室のことちょっと知っておいてもらった方がいいかなと思ってみたいなね、そういうお答えをされた方がいたんで、そうじゃなくて、大概その後ろに控えているものを用意しておくべきです。というか、そういうものがないんだったら体験レッスンもいらないってことになりますね。まあ、7月から始まる1年間のコースがありますよとか、商用利用 OK で、ね、お値段もそこそこの高額になりますよ。まあ、そういったものがある場合のそれに対する体験です。ね、そういうふうに、特にない。うちの教室をただ知ってもらうためっていうのでだったらやらなくていいと私は考えております。そしてもう一つね、体験レッスン後のものは実は用意しているんだと。そういう、コースレッスンがあるんだっていうことなんだけど、それがはっきりと明示されてない。つまり何のための体験レッスンなのか説明が不十分。なんだけど、とりあえず体験レッスンやりますっていう方のお知らせだけが言っちゃってる場合。これもね、不幸を招きます。例えば私、この間ね、見たんですけれども、結婚式とか、引き出物でこう、カタログの商品があるじゃないですか。
そういうところに、まあ、もちろんいろんな食器とか高級食材とかそういうのもあるんだけど、体験みたいなのがあるんですよ。後ろの方にヨガ体験とか乗馬体験とかね。で、あれがタダなんですよね。1回乗馬クラスタダみたいで、あれ体験レッスンなんですよね、うん、で、多分本当はですよ、その乗馬クラブに入ってもらいたいための体験レッスンなんだとは思いますよ、もちろん。だけど、ああいう風にしてね、あの商品として一個一個バラバラに体験がこう申し込めるとね、私の友達で見てて、ああ乗馬これやりたいっていう風に言うんですよ。で、申し込んじゃおうかなっていうの。だから、そこの乗馬クラス、あのそこの乗馬クラブ興味あるのって私が聞いたら、全然とか、いやそんなお金ないしとか。で、じゃあなんで体験行くのって言ったら、だってこれ一回で、あの、もうタダでできるんだよっていうふうに言うんですよ。はい。だからね、そういうふうに、後ろが何かよくわかんないけど、この乗馬クラブの体験できます、0円で。って言われたら、それだけの話ですよね。はい。何のためにやるかっていうよりは、あ、なんか一回お得なレッスンみたいなふうな受け取り方になってしまうということ。だから、後ろにちゃんとある何があるのかっていうことはちゃんと説明できてて、こういうコースやるんです、こういう人のためのこういうことが学べる、こういうコンセプトのコースがあるんですって言ってね、しっかりとご案内ページが書いてあって、ね、もう必要な情報は全部書いてあることが望ましいです。例えばね、期間ですとかお値段とか、お値段もね、いろんなやり方ありますよね。とりあえず説明会に来てから、あの開けたらびっくり、すごい金額だったっていうようなタイプ のコースもあると思うんですけど、私はあんまりそういうの好きじゃないんですね。もうあの迷路会計、いくら高くても、高かったら高いなりにちゃんとその理由がしっかり書いてある。で、その上での体験ですよ。だから来る人はもういくらかも知ってるから来てびっくりとか、なんか騙されたみたいな感じにはならないはずです。で、しかも一応ね、どういうあの人のためのどういうものだっていうのも分かって体験レッスンに来てくれているで、そういう状況が望ましい。だからこのね、何のための体験か分かんないっていうのは、その場限りのお付き合いだって、なんかただただ冷やかしというか、1回分のお得なレッスンみたいな感じで来ちゃう人が増えちゃうっていうことになりかねないと思います。だからもともとの準備すごく大事です。体験レッスンをやるというよりは、レッスンのコースをしっかり作っておいて、ご案内も作っておいて、その上での体験レッスンがあるっていう考え方ですよね。今言ってることをまとめると、今日のお題のことになるんですけれども、要は体験レッスンというのはレッスンの内容を知ってもらうというより、確認しに来てもらうっていう状態がベストなんですよ。うん、体験レッスンに来てから、へえ、こんなこと教えてくれる教室なんですかっていうことじゃないんですよ。もう知ってるんです。まあ、シフォンケーキを6ヶ月でマスターするコース、それは分かっている。そして習った暁にはこれは商用利用ができて、人に教えることができる。それも分かっている。そしてもう写真を見て、あ、なかなか素敵だなっていうのも分かっている。あとは、先生に実際に会ってどんな方なのかとかね、ちょっと喋ってみて怖くないかなとか、そういうところが確認したいだけなんですよ。っていう状況に持っていきたいのが、成功する体験ですの作り込み方っていうことですね。はい。だから今日のお題のこの〇〇っていうのはね、確認っていう言葉が入るんだったんですよ。知ってもらうことも大事ですよ。もちろんあの、体験レッスンに来て初めて知るようなこともあるとは思いますよ。だけど、まあ、大概のもう情報は知っているという状態。来てから初めて6ヶ月のコースだったとかね、30万のコースだったとか、そこで知るっていう、そういうのは、ちょっと違うんじゃないかなというか、まあ、私的にはそれはあまりいい体験レッスンではないなと思います。成功する体験レッスンのポイントっていうのをね、3つまとめてみました。さっきも言ったように、もうある程度内容を知っている方が来てもらって、そして確認しに来ているんであるからには、体験レッスンでやってはいけないのは、とにかくもう喋りすぎること、講師が喋りすぎる。多分ね、私最初そうだったかもしれないです。なんか緊張しちゃうじゃないですか、初めましての方だと。
で、それだけで、もうこのコースはああでこうでああでこうでっていうふうに、もうね、なんか緊張のあまりむしろこう沈黙が怖いから喋っちゃうみたいな、はい、それ良くないです。説明必要なんだけど、もうある意味十分説明してるの体で、細かいレッスンの中身云々じゃなくて、もっとフリートークとかできた方がいいです。で、なんだったらこう、私ってこんな人みたいなのが分かってもらえるようなエピソードであったり、どういう思いでね、このコースを作ったかとか、そういう話、それから今まで、まあ、どういう人生を送ってきた、ちょっと大げさですけど、自己紹介っていうので、どういうふうにお菓子と付き合ってきたのか、お菓子って、私の場合お菓子だから、まあ、あのね、パンでも何でもいいんですけれども、まあ、そういうね、まあ、パーソナリティを知ってもらうっていうのが一つ大事です。なぜなら、確認しに来てるんだから、この人でいいのかなっていう確認だから、知ってもらう。それが一つね。で、二つ目は、生徒さんが何を求めているのかを聞く。だからね、喋るよりも、自分が一方的に喋るより質問をする。そして、どっちかっていうと、生徒さんから話を聞き出す。どん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 。うちの教室に来てもらって、何が学びたいんですかとか、どこに興味持ってもらったんですかとかね。そういうところを聞くと、大体その人の描いている理想が見えてきますよね。で、それが見えてくれば、それにちゃんとお答えできる教室ですよっていうこともアピールすることができます。だから喋る力よりも、何だったら傾聴力、聞く方の力の方が、体験レッスンの方が重要だと考えてます。じっと聞くという、うまく話を引き出す能力ですよね。だからこういろいろポンポンとね、あのいいタイミングにこう質問を投げかけながらやっていく。そしてその人がどういう人で、どういうことを求めているかをその場で察知する、ね、でそれをね、察知すれば、その人の描いている未来にちゃんと答えますよってこともね、言えるわけですよね。だから最後の3つ目っていうのは、もうね、生徒さんに未来をお見せする。だからこのコースをやったらどうなれるよっていうところ、他にもね、こんな生徒さんがいて、こういうふうにね、このレッスンを受けていただいたら、こんなふうになりましたよとか、そんな話ですよね。それでワクワクする未来を見せてあげる。はい。そういうふうにして、あ、やっぱりここが良かったんだと確認してもらう。それが体験レッスンです。はい。まあ、そんな感じでですね、体験レッスンに来てから、いろいろと初めて知っちゃうとかね、値段を聞いてびっくりとかね、それからね、全然思ってた内容と違うがっかりとかね、そういうことにはならないはずです。もう本当に事前準備が大事ってことですよね。はい。とあと聞く力が大事ってことです。まあ、そんな感じで、今日はね、体験レッスンのことについてお話をさせていただきました。みゆさんもね、明日ということなんで、頑張ってくださいっていうか、もうもちろんね、みゆさんのね、もうご案内ページもしっかりできていると思うので、きっと体験される方はもうすでに内容には納得していて、あとはね、みゆさんがどんな人かなっていうことも最後の一押しのために来ていらっしゃることと思いますので、ぜひね、そこは普段からの魅力全開で当たっていただければ、きっとうまくいくんじゃないかなと思ったりしてます。はい。ということでね、今日は体験レッスンの話させていただきましたけれども、まあ、明日はですね、お菓子教室とかね、まあ、パン教室とかいろいろね、お教室の先生が最近こうやってインスタとか、まあそういう、ね、顔を出していろいろ活動すると思うんですけど、それのね、それをなぜそれが必要なのかみたいなことについてお話しさせていただきたいと思いますので、よろしかったらまた聞きに来てください。はい。それでは、今日はこの辺で、終わりにさせていただきます。あ、このゆきさん、ハートマーク、ありがとうございます。はい、このゆき先生もね、散々たくさん体験とかもやってらして、魅力全開でいつもね、たくさんの生徒さんが来ている、ね、素晴らしい先生です。ね、はい、ということで、はい、それでは皆さん、また明日お会いしましょう。失礼します。おやすみなさい。